こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回も、またウォークマンなんですけれども、ソニーのウォークマン、ですね、これはですね WM-FX5 っていうですね、ラジオの聴けるウォークマンですね。これができたのが1997年ですね。まあウォークマン、カセットウォークマンにしては比較的まあ新しい部分、製品ではあるんですけど、ウォークマンはカセットウォークマンはね2005年の、確か EX651 あたりがですねまあ最後なんで、そのまあ10年ぐらい前に、まあ、作られたもので、比較的まあカセットウォークマンとしては、まあ、新しい部分ですね。カセットウォークマンはですね、まあ、初代ウォークマンが79年かな、その辺に できてですね、猿のウォークマンが87年かな、その前に、82年頃に最軽量最薄型のものが出てるんですけど、それからですね、まあ15年ぐらい経って出たものかな、まあ古いですけど、もうカセットウォークマン自体がもうないですからね、古いですけど、大体ですねこの辺97年ぐらいだとですね、まあゴムベルトを取り替えればですね大体動くかな。ただゴムベルトね、この手のタイプ EX1 とかにですね2とかと同じように、これはねここで縦に開くんですよ。このこうやってね縦に開く、これちょっと特殊なんですけど、でねこれがねどっちだっけ、この EX123とこの EX5 はちょっとよくわかんないんですけどね、それはですねこうカセットが飛び出してくるんですよ。これ一回ねこれでロックかかって閉めてですね、イジェクトボタンを押すとですねこんな感じでここすぐ取り出せるように、これがね結構ね私は好きな機構なんですけど、これはカセットの蓋のところにですねこう細工がしてありまして、ロックがかかるんですね。一回ねこれ押し込むとカチンって一回止まる、はい、こんな感じでのちょっとね好きなタイプなの、結構これはね人気があるんじゃないかな、縦に開くタイプっていうのはね。今日は雨なんでねちょっとうるさいかもしれないですけど、ちょっと閉めようかな、ちょっとうるさい。そしてですねまあこれはあと特徴なのはね、ここをねこの電池蓋、これ黒なんですけど、これ黒、光の加減こうウォークマンって書いてありましてね、これがねまあ鏡みたいにも見えるんですよね。こう分かるかな、角度によって鏡ね映り込むんですよ。そしてこれがね半透明になってるんで、あのカセットよく分かりそうなカセットがあるかな、これでいいかな、カセットを入れるとですね、あ見えねえなあ中見えないあれ、こううっすら見えるんですよ、これうっすら黒いんですけど、これアクリル板の黒のアクリル板使ってるのかな、ちょっと半透明なんですけど見えないことはないですね。こうちょっと透けて見える、ここの位置にねちょっと透けて見える、はいこんな感じでですね、これちょっと特徴的なものですね。でまあちょっと説明してみますと、電池はですねこの後ろお尻のところについてるここね、ここに、角型電池、ガム型電池、これねこれはねあのアマゾンで新しいもの売ってます、充電器込みで1000円ちょっとぐらいかな、
この充電池自体は500円で売ってますんで、新品を買った方がいいですね。電池はやっぱ消耗品というか、だいたいね、今のは分かんないですけどね、昔はね500回充電とかね、あ、ニッケル、ニッカド、ニッカド電池、それ80年代ぐらいかな、私がカシオに大学卒業してすぐに入った頃、80年代ぐらいのにはニッケル電池、ニッカド電池っていうのが主流でして、それがだから600回とかですね、そのくらいの充電回数かな。今ちょっとよくわかんないですけど、これはニッケル水素ですね。ニッケル水素、今はね、随分ね、改良されてかなり充電回数が増えてると思うんですけど、まあ1000回ぐらい行ってんのかな、ちょっと調べてないからこう分かんないですけど、結構持つんですけど、やっぱり寿命があるんでね。で、今ねこの電池の寿命、充電池の寿命を測定するのにね、使う、こう内部抵抗を測るっていうねこともちょっとやってみたいなと思うんですけど、劣化するとですね、充電池の場合は、通常 0.1 から 0.3 オームぐらいの中に抵抗を持ってるんですけど、それがある、時を境にですね、どんどん増えていってしまうんですね。それがですね、この電池自身の寿命なんですけれども、なので電池があるかどうかじゃなくてですね、電池がまだ生きてるかどうかっていう測定をするためのまあ磁力を作ろうか思ってるんですけど、まあ結構ね、オークションでこういうジャンク品を買うとですね、中に入ってるケースが結構多いんでね、でなんとなくね使えてるんで、今あんまり新しいの買わないで、テストはしてるんですけれども、新しいのを購入した方がいいです。はい、電池ね、なんだ、郵便、郵送、レターパックプラスとかですね、Uパックで送ろうとすると、この航空便が使えないらしいんですよね。なんで使えないのかよくわかんないんですけど、多摩の郵便局ってずいぶん話したことあるんですけれども、郵便局員もねですね、よく知らなくてね、航空機の問題みたいなんですけど、なんだ、リチウム電池、このボタン電池はいいけれども何がダメとかね、そういう細かいのがあるみたいなんですけれども、あんまり はっきりしてないんでね、電池は、まあ、あんまり入れたくないんで、まあまあオークションでは入れてないんですけどね、Amazon で買える、新しいの買えるんでね、でまたちょっと雑誌してしまいましたけど、ここ黄色のこう2つあるんですけど、これはこれにはちょっとついてなかったんですけど、外付けの電池ケースっていうのがあるんですよ。その電池ケースを入れると炭酸、その電池ケースがあると炭酸電池でも使えるようになります。はい、あとですね、ここリモコンのところですね、リモコンで、リモコンなんですけど、今回これはね、リモコンついてなかったんですね。結構この FX5 って珍しいって、あんまり出てないんですよ。ちょっと、ジャンクで購入するのもちょっと高いんでね、あんまり扱ってないんですけど、多分 EX1 とか2とかのリモコンも使えるのかもしれないですけど、特にリモコンがなくても大丈夫なんで、ここにまあ普通のね、ミニジャックって言われるイヤホンジャックがさせますんで、ここね、はい、なのでリモコンがなくても普通には使えます。そして操作部ここですね、ここがですね、こう開くようになってます。はい、通常はこうしておくとボタンを押せない、ロック機構になってますね。ここにですね、まあ再生とかですね、そういう早送りとかいろいろあります。そしてバンド、これバンドって書いてあるところなんですけど、これを押すとですね、ラジオが動きます。それでここ1回2回3回と押すとですね、 AM、FM、テレビかなに切り替わりますね。そしてあとはですね、 ASP っていうのは、これはね、なんかエリアが最初に設定されてるのかな、
あのラジオのね、それが自動的にこう、セットできるっていうやつですね。あと記憶、チューニングして記憶させることができて、それをこうですね、プリセットっていうところでですね、選ぶことができます。でチューニングそのものはですね、どこでやるかっていうと、ここ、カセットの蓋をこう、カセットの蓋をオープンにします。そうするとですね、これ見にくいかもしれないですが、ここにボタンがですね3つありますこの裏がね、この辺にね。そして、プラスとマイナスっていうのがありますね。でチューンって書いてあります。プラスとマイナスでもって周波数を変えます。お、 3D プリンターの動き始めました。ちょっとうるさいかもしれないですけど、 3D プリンター今ね、ギアを作ってこるんですけど、実験してね、ちょっとねまだまだ試行錯誤が必要なんですけれども、うん、そしてですね、こうもう一つのピン、エンターっていうボタンがあります。このエンターを押すとですね、プリセットのところにですね記憶されるんですね、周波数、ね、なので2回目以降同じ、曲に選曲するときには、ここのですねプリセットを使って選ぶことができます。ここ液晶もついてるんだね。ワールドチューナーって書いてある、液晶がついてます。そしてですね、ここね、こっちボリュームがありますでしょ。ボリュームがあって、その下にですね、ラジオの時にはこうモノラルか FM がモノラルか、モノラルか、ステレオかっていう切り替えとですね、こうテープを聞く時にはですねドルビーのオンオフがここで切るやりますね。でここは、カセットの蓋を開けるところで、あとバッテリーランプがここにつきまして、でその下のつまみがですねブランクスキップ、これがねうまく機能しないこともあるんですね。ブランクスキップっていうのは、無録音、無音のところを検出して、何秒だっけな、何秒か無音があるとですね自動的に、早送りをするっていう機構なんですけどね、そういう機能があります。はい、今回はね音は出しませんけど、こんな感じで、なんかちょっと見にくいかな、こういうもので紹介してみました。はい、今ねちょっと失敗してんな。ちょっと特殊なウォークマンのギアを作ろうと思って一生懸命やってるんですけど、なるべんですねギアがね細かいんでね、ちょっとねいろんな調整をしながら今やってるんですけど、なかなか難しいんですね。今作ってるギアはですね、実は猿のウォークマンなんですよね。猿のウォークマンのテープがね、こうカセットがあって、カセットを入れますよね。そうするとここにこうぐるぐるぐるって巻き取るところがあるんですよ。その一方にですね、一つ側に、実はギアがですね周りに ついてるんです。そのギアの部分がですね、何パーセントぐらいかな、501の場合は50% ぐらい壊れるかな。で同じものが503、504、F501、 あとね、505か505も使ってるんですけどね、505の方がちょっと2年ほどですね新しくなって、そこの破損率が、10% ぐらいかな、なんですけど、まあそこが非常にネックになってるんで、今作ろうと思ってやってるんですけどね、ちょっとですねギアがね細かいって、まあ、調整しながらね、ヤスリで削りながらやるんですけれども、
3D プリンターのですね、ちょっとね、あの、なんていうんですかね、ウィークポイントっていうのが見えてきてですね、ちょっと難しくて、うん、今試行錯誤してますけどね、まあちょっとかかるかもしれないですね。これがですね、あの、まあ10月の末、11月に入ってからですね、レーザーカッターが来るんでね、そのレーザーカッターを使った方がこう安定したギアが作れるんじゃないかなと思ってるんですけど、あの簡単にねできるんじゃないかと思ってるんですけど、3D プリンターの場合はね、こう抽出してこうやるんで、特にですね、あの、まあ、縦方向は、まあ、あの接触がわりかしいいんですけど、横方向の接触はですね、縦糸と横糸みたいな感じで接触取ってるんですけど、そのギアの場合は周りがですね、周りが非常に複雑になって、その複雑な周りとですね、あの内縁の方を接触するのがですね、非常に甘くなってですね、あのなおかつこう薄いんですよね、ギアの薄さが1ミリぐらいなんで、そうするとその接触が弱いとですね、こう外れてしまうんですね。外側のギザギザの部分だけ外れちゃうっていう現象が起きてですね、いろいろとこう試行錯誤が必要なんですね。あと反りもありますしね、思ってた以上にですね、 3D プリンターで、ウォークマンの細かいギアを作ることは結構難しいっていうことが分かってきてるんですけど、まあできないことはないんですけど、まあ並行してね、あのレーザーカッターの方で、やろうと思ってるんで、そのレーザーカッターがね11月に入らないと多分来ないと思うんで、ちょっと今はね、どちらかというと 3D プリンターの実力をっていうかね、限界をちょっと調べてるようなところがあるんですけど、ちょっとね、いろいろ温度の設定とかですね、まあスピードとかね、こうノズルのね、こう動くスピードとか、その辺を微妙に変えたりとかですね、こう下のベッドって言われる、台があるんですけど、そこの温度をですね、今100度にしてるんですけど、まあその辺も微妙にですね、あとはノズルの温度ね、これが ABS ですと、まあ、標準は240度で、今標準でやってるんで、その辺も、まあ、少しいじってみるといいのかもしれない。あとはこうレイヤーつってですね、こうレーザー、あ、3D プリンターの場合はノズルでもってこう積み上げていくんですね。その積み上げのこう高さ、何ミリずつ積み上げていくかでね、通常はね 0.3ミリとかで積み上げていくのかな、まあ 0.1 ミリからですね、このマシンはね、もうそれ以上できるんですけど、ノズルがね 0.4 なんで、 0.4 以上やるとあの空間浮いてしまうってダメだと思うんで、 0.3 とか 0.2 ぐらいでねこうやるんですけど、そういういろんなですね、3D プリンターの場合はパラメーターをこう持ってるんですね。科学的なものなんでね、それがあの、まあ、フィラメントっていうプラスチックの素材とも関係するのかもしれないんですけど、その辺も少しこうもう少しですね、限界を見たいと思いますね。あと中国製のやつですね、あのギアみたいにですね、細かくチャ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 っと動くやつは結構ですね、メカに負担がかかるみたいですね。で、あの以前こうネジがね、あの外れてしまいましたね、振動でね、なので、まあ、ネジロックしたりとかですね、いろいろとね改良しなくちゃいけないですね。あとは、フィラメントを送り出すところがあるんですけど、そこがどうもね絡まっちゃって、放っとくとですね詰まってしまうっていうことがあったりして、その辺も改良しなくちゃいけないんで、もしかするとですね、まあ落ち着いたらですね、まあ、日本製の3D プリンターをもう一台買うっていうのも一つの手かなと思いますね。その場合は素材をね、2個、フィラメントを2個以上ですね使えるやつが、まあ、欲しいなと思います。それはですね、まあ、一つのこうケースなこういうのを作った時に、
部分で、ある部分でもってですね、あの素材を変えるんだね。例えば硬い素材の上にゴムの素材を乗っけてしまうとかですね、そういうふうにすると一つの部品がですね、こう違う特性を持たせたりとかね、つなぎ目をゴムにすると、まあこうなんつうんですか、こう折り曲げられるようなものが作れたりするんで、できればね2つの素材を使えるものがいいなと思います。はい、ということでいろいろと、まあ今ギアも動いて作られてるんですけど、ちょっとまた失敗かな、もう何度失敗してるか分かんないんですよね、もう嫌になってしまうんですけれどもね、そのうちなんとかなると思いますんでね、DD のギアなんかも作らなきゃいけないんで、ウォークマン DD プロフェッショナルですね、そこはもうほとんど 90%、95% くらいは壊れてますんでね、作らないと、治らないということで、はい、ということでそういうことを、まあ、いろいろとレポートしていきますんでね、チャンネル登録お願いします。これもね、この FX5、これからですねオークションにかけますんで、ちょっと珍しいタイプなんでね、入札というか落札してみてください。ちょっといろんなのを楽しむっていうのもね面白いと思いますんでね、昔若いところに使ってた同じ機種で聞いてみるとかね、そういうのもいいと思いますんで、はい、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。